こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のコスパ最強冬服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルでは日々いろんなブランドの服をですね、皆さんにご紹介しているわけなんですが、やっぱりベースとなるのはユニクロですとか GU グローバルワークとか、このような価格帯を抑えたブランドのものが多くなってくるわけなんですね。ただ最近はですね、それだけじゃなくて、軸足はこのあたりを使いながらも、そこにうまくですね、セレクトショップのオリジナルですね、例えばグリーンレーベルですとかアーバンリサーチですとか、他にはビューティー&ユースとか、様々なセレクトショップがありますが、このあたりのアイテムもうまくミックスしながらご提案することが増えてるんですね。ただ気を抜くとですね、セレクトショップのオリジナル非常に良いものが多いので、そっちに重心が偏りがちなんですが、それだとですね、ちょっとお洋服気軽に買いづらいんだよなという方もたくさんいらっしゃるので、今回はですね、コスパ最強ということで、なるべく予算を抑えたブランドの中から皆さんにですね、おすすめの冬服を5つご紹介したいなと思っています。皆さんにとっておなじみのブランドもありますし、僕の動画の中でも何度か触れたことがあるんですが、最近はあまり出てこなかったようなブランドも、あえて今回は混ぜるようにしました。アイテムも知っていただきたいんですが、そのお店のことも知っていただくことで、価格帯を抑えた選択肢が、ユニクロとか GU だけではなくて、その他にもあるんだよというところも含めて、皆さんには知っていただけると、すごくファッションの広がりが出るかなと思うので、ぜひ気軽に最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に冬のですね、コスパ服皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目は冬のですね、トップスの中で大人の男性には欠かせないこちらのアイテムから行ってみたいなと思います。今回ご紹介したいのはコーエンですね。久々の登場になるかなと思います。僕の動画の中では以前ですね、コールマンとコラボレーションしてコーエンが作っていたシャツをご紹介したことがあったかなと思うんですが、それ以来の登場になります。こちらアンチピリングニット、アゼアミカラーニットプルオーバーというタイプですね。価格が4400円ということで、セレクトショップのオリジナルと比べるとやはりだいぶ抑えてあるかなと思います。感覚的には半分ぐらいの価格なので、これだとですね、気軽に取り入れやすいのかなと思います。コーエンというのはですね、価格帯抑えめで買いやすいブランドなんですね。デザインのベースはアメカジっぽい雰囲気があってですね、気取りすぎない適度にカジュアルさのあるような着こなしが得意なブランドなんですが、いろんな全国のショッピングモールに入ってるんですね。で、このコーエンというのがユナイテッドアローズグループの会社なので、やはりデザイン面でおいても安心感があるんですよね。低価格帯のお洋服だと、ちょっとデザイン的にそれに伴って良し悪しが結構分かれるのかなというですね、心配の思いもあったりするんですが、そのあたりはユナイテッドアローズの DNA というところがしっかりと根底にあるので、安心感を持って見られるのがコーエンの良さなのかなと思っています。で、こちらのニットなんですが、もうベーシックなアゼアミニットですね。縦に凹凸が入るようなラインになっていまして、このようなアゼアミのニットはこのコーエンに限らずいろんなお店でやってるんですね。もちろんセレクトショップなんかでもよく見かけるタイプなんですが、こちらよくできていまして、まずはですね、フィット感で言うと少し緩さがあるんですね。今のトレンド感を抑えたようなシルエットになっていますが、ただ若すぎるようなめちゃくちゃワイドに振ってあるわけではないので、このあたりもすごく使いやすいバランスじゃないのかなと思います。これ実際に僕自身も試着をしたので非常に良さは実感しているところなんですが、続いてカラー展開が豊富でどれもめちゃくちゃいいというところが結構僕の中では刺さったポイントなんですね。ブラックだとかオフホワイトだとか、このあたりに関してはいろんなショップで置いてあるので、そこまで珍しさはないかなと思うんですね。で、注目したいのが例えばネイビーなんですね。このネイビーに関してはベーシックカラーなのでどこのお店でも置いてありそうなんですが、ネイビーというよりは結構ロイヤルブルーとかに近いような、かなり青みの強くて発色の綺麗なネイビーになってるんですね。これは着こなしの中にパッと華やかさも出せるアクセントカラー的に使えるので、なかなかいい色合いかなと思います。僕は普段ご提案しているブラック系のパンツなんかにも相性がいいので、ぜひ取り入れていただきたいですね。あとはこちらのようなパープルもすごくいい色でしたね。これもですね、パ
パープルというとちょっとこう難しさを感じる方もいらっしゃると思うんですね。パープルだとちょっと怪しげな雰囲気とか漂わないかなっていう形で心配する方もいらっしゃるかなと思うんですが、すごくこちらのパープルに関してはなんか爽やかさがあるというか、大人が来ても怪しげな感じだとかちょっと年配の感じに見えてしまうかなっていう恐れもあるのがパープルのですねネックではあるんですが、そのあたりがしっかりとバランスよくですね作られているカラーなので、このパープルもかなり良かったなと思います。あとはケリーみたいなですねちょっとグリーン系のカラーで、グリーンとブルーが混ざったようなカラーも非常に良かったですし、あとはベージュですね。ベージュもベーシックカラーの一つに入ってくるかなと思うんですが、まあ、ベージュといっても結構こうブラウンに近いような色があったりだとかコクの深い感じとかもあるんですが、このベージュに関してはちょっとこうグレーが混ざったようなベージュで、色もですね割とこう明るめのクリーンな感じの色合いなんですね。非常にいいです。これもですね上にコートを着たりするときに、ブラックだとかダークグレーとかのコートだと結構ですねニットは暗い色だと地味に見えてしまうんですが、このベージュだとすごく明るさも加えることができるので、なかなかバランスがいいかなと思います。あと機能的には毛玉になりづらかったりだとか洗濯機で洗えたりだとか、そのあたりも含めて日常のケアもしやすいというところも含めてかなりバランスがいいかなと思うので、今季いろんなニットを見てきましたが5000円以内であればかなり優秀なニットになるかなと思うので、ぜひ皆さんも1色ベースで何か選んで2色ぐらいあってもいいかなと思うのでチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、皆さんにとってもおなじみのですね GU から選出をしてみたいなと思います。2つ目に選んだのはこちらですね、コージーメルトンチェスターコート、価格がなんと6990円ということで、コートでこの価格でいいんでしょうか。もうちょっとですねありえないような価格設定なので、まあ僕自身も驚いていますが、まあなるべくですね冬のアウターも予算を抑えながら揃えたいという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあユニクロでもチェスターコート取り扱いがあるんですが、まあ素材感がすごくいいので結構1万円台後半となかなか気軽に取り入れづらいという方もいらっしゃるのかなと思います。そんな時にユニクロの兄弟ブランド的な立ち位置である GU ですね、こちらのチェスターコートがまあなんと7000円を下回る6990円ということで、これは取り入れやすいんじゃないのかなと思います。ユニクロのチェスターコートと比べるとやはり GU ということで素材の質感は変わります。まあこのあたりは賛否両論があって、まあ、ユニクロの素材感をですねチープだなとか安っぽいなと思う方は、まあ、正直そこまで多くはないかなと思うんですね。本当にファッションが好きな方であればかなり高いものを買っているので、そういった素材感と比較をするとユニクロの素材感っていうのがめちゃくちゃ高級感があるという形には見えないかなと思うんですが、一般的にはユニクロの素材感って十分すぎるぐらいかなと思うんですね。それに比べると GU になるとやはり価格帯が下がるので、まあ、その分素材の質感っていうのはユニクロよりは落ち着いちゃうんですが、ただそれであっても GU の素材感って年々ですね僕の中ではアップデートされてるなっていうのを実感してるんですね。かつてはもうちょっとチープに見えるものもあったんですが、結構抑えめの価格帯でも変な光沢感も出てないですし、まあ、上品に見えるものも増えてきてるので、まあ、一般的には、まあ、本当に服が大好きだという人、こだわりがある方以外であれば割とですね納得感のあるものも増えてるかなと思います。まあ、こちらのコートに関してもウールに見えるような質感なんですね。本物のウールを使ったら値段はもうガクンと上がってしまうのでウール見えする素材ではあるんですが、まあ、割と上品な仕上がりになっていまして3色展開になってるんですけども、個人的にはこちらのダークグレーですね、これがめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思います。ブラックとかカーキとかこのあたりの王道的な色味もいいんですが、まあ、ダークグレーのちょっとクラシックな雰囲気と、まあ、今のトレンドカラーでもあるんですよね。ネイビーとかブラックのコートは昔からあってグレーもあるんですが、ベーシックなカラーの中でもネイビーよりもグレーの方が今旬な雰囲気もあるので、まあ、こちらを選ぶといいかなと思います。で、表面の柄なんですけども、遠目で見ると無地でちょっとこう混じりっ気が感じるようなところがあるかなと思うんですけども、これ、まあ、細かなヘリンボン柄になってるんですね。このような生地の単調に見えない雰囲気作りなんかも含めてなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。あとはサイズ感ですね。ベーシックなユニクロと比べると GU はやはりトレンド感をちゃんと抑えたような少しゆったりめのシルエットになってるんですね。ですので、まあ、通常の皆さんのサイズを選んでいただいてもユニクロと比べても少し緩めのサイズ感になっていくので、まあ、ビジネスで着るようなチェスターコートというよりはやはりカジュアルで気軽に着れるようなチェスターコートかなと思います。オンオフ兼用で買うんだったら
絶対にユニクロがいいと思います。素材感も含めて上品なのでビジネスでも使えるような雰囲気になっているかなと思うんですが、カジュアルを軸足にするんだったら GU の方がサイズ感も今っぽいので、まあ断然おすすめかなと思います。まあこのあたりは皆さんの用途によってですね、選び方を変えていただくといいかなと思うんですが、なかなか優秀なコートになっているかなと思います。まあ最近チェスターコートが旬なアイテムというわけではないので、まあカジュアルで使うのであればちょっと緩めぐらいが使いやすいかなと思うので、このような GU のチェスターコートかなり使いやすいかなと思います。まあ素材的にめちゃくちゃ暖かいというわけではないかなと思うので、まあもうちょっと真冬になってきたら内側にインナーダウンをかませたいだとか、あとはドライバーズニットを着てあげて首元までしっかりとカバーしてあげれば意外とですね、真冬も使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のですね、コスパ最強アイテムなんですが、このブランドもおそらくかなり久々になってくるかなと思います。チャオパニックティピーのウールライクスタンドショートジャケット、価格が 11,000円になっています。これもですね、なかなかバランスのいいようなアイテムになってるかなと思います。冬のアウターといったらやっぱりですね、二大巨頭がありまして、ロング丈のコートですね、先ほどご紹介したようなチェスターコートだとかステンカラーコートみたいなものもあります。そしてダウンですね。まあダウンは着丈が短めで、まあ、スッキリとしているスポーティーな、もう本当に真冬向けのアウターかなと思うんですが、その中間的な立ち位置ですね。割と丈の長さはお尻がギリギリ隠れるかぐらいのものっていうのが、まあ、最近はちょっとずつ増えてきてますよというのを皆さんにもお伝えしているかなと思います。代表的なのはグリーンレベルさんと協業で作っているカバーオールなわけなんですが、まあ、この路線でもう一個ご紹介したいのがこちらのですね、チャオパニックティピーのウールライクスタンドショートジャケットということで、まあ、今トレンド感のあるスタンドカラーですね、立ち襟になっていまして、肩はですねちょっとラインが落ちていて緩めのシルエットになっています。で、丈の長さは先ほどもお伝えした通りお尻がですね半分ぐらい隠れるぐらいのバランスになっていまして、ダウンよりは長いんだけども、ロング丈のコートよりはだいぶスッキリとしているので、まあ、これぐらいのアウターの方が気軽でいいんだよねという方も結構多いんじゃないのかなと思います。まあ、僕自身も実際そうで、このようなミドル丈ぐらいのアウターが大好きで、まあ、そういったものばっかりいっぱい集めてるんですね。僕が今着てるこちらのシャツアウターもですね、やっぱりこうメルトン地になっていて、お尻が半分ぐらい隠れるようなそういったアイテムなんですが、このあたりが楽で子供が2人いる僕にとってもすごく便利なアイテムなんですが、まあ、こちらもですね、丈すごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。色はブラックとチャコールグレーの2色になっていまして、かなりベーシックなデザインになっています。ちょっとですね、デザインのベースとしてはミリタリーを感じるようなスタンドカラーだとか、あとはですね、腰のポケットですね、ちょっと斜めにつけられていて、蓋の形状なんかがまさにこうミリタリーだとか、そういった雰囲気が漂うような、そんな形になっているかなと思います。まあ、サイズ感もちょっとゆるっとしていて、だけども素材感はウールっぽく見えて、まあアーミーな雰囲気がそんなに強くないような色合いになっているので、これだったら大人男性にも気軽にトライしやすいんじゃないのかなと思います。個人的には結構ダークグレーの感じがいいのかなと思ってまして、これだったらブラック系のパンツに合わせたりだとか、オフホワイトのデニムなんかに合わせてもなかなかバランスがいいかなと思いますし、まあシンプルにブラックで固めるのもなかなかバランスがいいかなと思うので、このウールライクなスタンドショートジャケット、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。チャオパニックティピーもですね、結構前はよく見ていたんですが、最近ちょっとご無沙汰していたんですが、まあこのところ結構セレクトショップのオリジナルに軸足がですね、傾きつつあったので、改めてちょっと価格帯を抑えたものも広げながらですね、いろんなものを皆さんにご紹介したいなという中で、まあ久々に見たらチャオパニックティピーなかなかいいものも多かったので、まあ改めて皆さんにもご紹介していきたいなと思っています。価格帯も 11,000 円ということで、かなりアウターの中では買いやすい価格帯ですね。まあユニクロと比較してもちょっと高いぐらいで、これぐらいトレンド感があって、まあセレクトショップの雰囲気も漂うようなアイテムが手に入るというのはなかなかいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のコスパ最強冬服なんですが、もうユニクロですね。これは出さないわけにはいきません。まあその中でもですね、ちょっと地味めなアイテムなんですが、これは持っておいて間違いがないだろうという鉄板をですね、皆さんにご紹介したいなと思います。こちらですね、ストレッチフリースモックネックティー、かっこ長袖ですね。価格はですね、1990円ということで、まあさすがにですね、今回ご紹介するいろんなブランドの中でも GU やユニクロの価格帯というのは、まあやっぱりちょっとこうズバ抜けてですね、コスパ最強感があるかなと思います。で、こちらのですね、モックネック T シャツに関しては、僕はですね、価格帯が安いのでおすすめしてるというのもあるんですが、これはですね、まあもうちょっと価格帯上げればいろんな選択肢が出てきますが、それであってもユニクロ選んだ方
方がよりバランスがいいかなと思うぐらい、かなり仕上がりがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、モックネック T シャツというのは、まあ、正直ですね、着こなしの主役になるようなアイテムではないんですね。これ1枚で外歩いてても、まあ、あんまりこう、おしゃれに見えるようなアイテムではないかなと思います。ただ、やっぱり冬の重ね着のベースとしては、すごく使いやすくてですね、こちらのですね、ホワイトですね、00ホワイト。僕はこの、潔のいいホワイトがすごく好きなんですが、これを一番ベースに着て、その上にですね、丸首のニットを着たりだとか、あとはシャツを着てもですね、結構首の部分もレイヤード楽しめるんですが、そしてその上にアウターを着るみたいな形で、そのような形で3層構造にするんですね。すると着こなしのレイヤードというところが見えてくるので、まあ、少しですね、気の利いた見え方になってくるかなと思うんですね。まあ、丸首の T シャツとかでもいいんですが、首元ちょっとあるだけで暖かいですし、見え方にアクセントが加わるので、まあ、モックネック T シャツというのは隠れた名品だと思うんですね。まあ、ユニクロで言うと結構ユニクロ U にもですね、モックネック T シャツがあるんですが、ちょっとこう真っ白のものではなくて少し黄みがかった色合いのものなので、個人的にはこのようなパキッと真っ白のやつが1枚あると便利かなと思うので、まあ、こちらのですねストレッチフリースモックネック T シャツを選びました。まあ、普通のロン T に比べるとフリースということで少し厚みがあります。なのでサイズ感に関しては僕はですねジャストで着ようと思ったら S で着れちゃうんですが、まあ、M だとか、まあ、場合によってはですねサイズもう一個上げてもいいかなというぐらいなので、まあ、実際に試着をしながら買っていただくのがいいかなと思います。厚みがある分だけちょっとですねサイズ感はコンパクトに感じられるかなと思います。で、肌触りもめちゃくちゃ気持ちがいいし、やっぱり触った時のですね心地よさ、ライフウェアというですねコンセプトを掲げるユニクロらしいですね、非常に着心地のいいですねフリースに仕上がっています。ストレッチもよく効いてますし、結構ですね汗かいても乾きやすかったりするので、冬の室内であっても着ていてもですねそういった点でも安心なのかなと思っています。まあ、カラー展開ね結構豊富でどれもいいんですが、個人的にはもうホワイト一択ですね。これを 2,3 枚ぐらい持っておいて着こなしのベースにしながら着ていただくと非常にいいと思います。価格を上げてもいいんですが、ユニクロのこちらのアイテムでもう十分ぐらいなので、まあ、ぜひ皆さんもですね冬のレイヤードアイテムのベースとしてこちらのアイテムチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目のコスパ最強冬服なんですが、皆さんにとってもですね馴染み深いグローバルワークのボトムス行ってみます。アーバンクリーンワイドプラスウォームですね。価格が5,940円ということで、まあ相変わらずこなれた価格帯で使いやすいんじゃないのかなと思っています。まあ、このようなワイド系のパンツというのはこれまでにもいろいろご紹介してきました。ユニクロにもタックワイドパンツというものがありますが、まあ、このようなこうウォーム機能ですね、冬用のですね暖かさを感じるようなボトムスというのはやっぱり冬には一着あると便利かなと思うんですね。で、ユニクロのタックワイドパンツにはないですねテーパードがちょっと効いてるようなシルエットになっているので、割と大人世代がちょっとこうワイドパンツをトライしようかなという時に初めの一歩として入りやすいようなシルエットになってるんですね。ユニクロのタックワイドパンツはすごく名作で僕も好きで履いているんですが、やっぱりなんだかんだで賛否両論があって、まあ、ずっと細身のパンツに履き慣れてる方にとってはすごくハードルが高いんですね。まあ、そこに対してこれぐらいのですねテーパードがやや効いてるパンツの方がワイドの中でも使い勝手がいいんじゃないのかなということで、まあ、ユニクロのタックワイドパンツ派とグローバルワークのアーバンワイド、このあたりはですね結構人気は二分するんじゃないのかなと思っています。まあ、腰周りはワンタック入ってるので、まあ、適度にゆとりがあるので、お腹だとか太もも周りにちょっとこうぽっちゃりさを感じる方にとっても割とですね体のラインを拾わないというところでは使い勝手もいいんじゃないのかなと思います。ある意味で僕ら世代向けでもあると思うんですよね、このようなタックの入っていてでもテーパードの効いているワイドパンツというのは。割とこうグローバルワークのアーバンスラックスなんかもすごくスマート見えしていいんですが、細身の方にはハマるんですよ。ちょっとぽっちゃりめの方にはもうパツパツになってしまうので、まあこれぐらいのゆとりがあったぐらいの方がかえって足のラインが隠せてバランスがいいんじゃないのかなと思います。色はですねネイビーとブラックとあとはグレーの柄という3つになっているんですが、個人的にはまあブラックが使いやすいのと、あとはネイビーの方が少し柔らかさを感じるような色合いなので、同じこう深い色合いであってもブラックよりは少し柔らかい優しいイメージになるかなと思います。このあたりは好みで選んでいただくといいかなと思います。アルガンオイル加工を施しているということで暖かさもあって肌触りもすごくいいし、保湿性も高いというところも含めて、まあ、長時間履いていてもストレスがないというところでは、まあ、このような冬向けのボトムスも1本あるのもすごく便利なのかなと思います。まあ、セレクトショップではなかなか実現ができないような5000円台というところも含めてかなり魅力的なので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではコスパ最強大人の冬服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、様々なブランドが出てきたと思います。まあ、皆さんにとっても馴染み深いですね、ユニクロ GU グローバルワークも出てきましたが、まあ、久々の登場となりましたコーエンだとか、あとはチャオパニックティピーですね。このあたりも改めて見てみると結構ですね、大人世代に使いやすいものもあったりするので、まあ、今後ですね、このあたりもしっかりとチェックしながら予算を抑えながらもおしゃれを楽しむというコンセプトもしっかりと継続をしていきたいなと思っています。まあ、普段ですね、僕のチャンネルでは本当にいろんなブランド取り扱っているんですが、まあ、先日ですね、アンケートをしたところ、結構もうちょっとコアなブランドもお伝えしてほしいみたいなこともですね、ちらほらと見つかったんですね。まあ、そのあたりもですね、このチャンネルで触れたいところではあるんですが、ただこちらのチャンネルのコンセプトとしてはおしゃれを楽しむ最初の一歩をご提供したいということで、価格帯結構買いやすいところから、まあ、セレクトショップのオリジナルの中でも、その中でも価格帯を抑えたようなラインですね、ここが上限かなと思ってるんですね。まあ、それ以上の価格帯になってくると、やや玄人向けと言いますか、中級者以上の方向けになってくるので、そのあたりの情報に関しましては、このチャンネルとはちょっと別で用意している YouTube のメンバーシップチャンネルで詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と週に1本のライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接その場でお答えしながらですね、ワイワイ楽しくやっていますので、まあ、普段の動画の内容よりももうちょっと玄人感が出るような動画をお好みの方はぜひこちらもチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っています。こちらのメンバーシップもですね、やはりちょっとこう中級者向けのアイテムですとかコーディネートを解説してますので、まあ、ぜひ気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。ということで、以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。